私たちの暮らしは誰が作っているのだろう。私たちの街は誰が見守ってくれているのだろう。生活に必要な手続きを対応してくれているのは誰だろう。それは遠くの誰かがやっているものじゃない。それは当たり前にあり続けられるものでもない。はい、ここ年金課田中です。熊本市民がよりよく生活できるよう寄り添い、見守り、支えること、そして新たな未来の熊本市を求めて日々挑戦を続ける、それが私たち熊本市職員の仕事だ。だけど私たちの仕事はずっと同じことの繰り返しでつまらなそうだと言われることがある。安定していて楽なイメージを持たれることもある。私たち職員は市民のために働く。課題を見つけ解決のために対話を繰り返す。厳しいご意見をもらうこともある。何度も何度も頭を下げて交渉することもある。挑戦しようと進めてもそれが通らないこともたくさんある。私たちの仕事は辛いことばかりの控えめで単調な仕事なのだろうか。いえ、そうは思いません。単調ではないです。そういう一面もあるかと思いますが、自分次第かな。逆に派手だと思っています。毎年新しいことにチャレンジしたり、大学で学んだことをフル活用できるので、市民の方と直接触れ合って一市民の目線に立って安心感を与えるために熊本市のために働いている。市民に一番近いところで喜ばれたりする顔を直接見ることができる。その分もっともっと熊本市を好きになることができます。市民の皆さんにやっぱり豊かな生活をしていただくために、あらゆることをやる、それが市役所の職員の使命だと思います。私たちは74万の熊本市民の今の暮らしを支える仕事をしている。未来を作る仕事をしている。未来に向けた挑戦を日々行っている。個々の力はとても小さいかもしれないけれど、私たちはチームで戦っている。多種多様な仕事があって、多くのプロが集まる組織力でこれからの熊本市を作っている。情熱を共有し一緒に語れるパートナーがいれば、もっと新しい熊本市が見えてくる。共に進もう。一緒にこの変化を楽しもう。私たちの熊本市の未来を共に作ろう。熊本市革命を共に。